私メルセデスベンチ品川鎌田の野藤と申します。よろしくお願いします。結構なんていうんですかね、登録済み未使用車っていう名前自体が、まあ、出回ってるって言い方は変なんですけども、皆さん知ってる方が多いので、まあ、それを機にネットで調べたりとか、まあ、そういうふうな感じで、最初に車をチェックされてから本物を見に来るっていう方が多いですね。なんていうか若い方多いですよね。家族連れで来られたりとか、まあ、お客様の感じからするとやっぱりファミリーで来ていただける方たち、家族連れで来ていただけるのがかなり私たちもカジュアルというところでは合うのかなというふうに思います。車種としては C クラス、 E クラス、まあ、E クラスももちろん見に来る方いますけど、圧倒的に B クラスですかね。今多いのは家族で来られて、まあ、やはりその中でも登録済み使用車っていうのは、まあ、一つ一つがオプションが違うわけじゃないですか。ついてるものが違うっていうことなので、まあ、そこを見て判断してもらって、私たちはそれをご案内する、これはこういうものです、まあ、ディストロニックプラスがついているついていないだけでも、まあ、運転の便利さっていうのはかなり変わると思うので、まあ、それがついているものも紹介できれば、スポーツタイプ AMG スポーツパッケージがついているものもたくさんあるので、まあ、そちらがいいというお客様であればお色をお調べしてご提案させていただいてます。見ていただいて、まあ、価格もそうなんですけど、やはり走行キロが、まあ、50キロもいってないような車が全部そうなので、まあ、それを見た時の感動というのはかなり大きいですね。